こんにちは、レンティオチャンネルです。家電レビューのプロ、レンティオ編集部が iPhone 向け充電器の選び方とおすすめ商品を紹介します。なお、iPhone や iPad などの Apple 製品はレンタルもできるので、概要欄の URL からチェックしてみてください。 iPhone の充電方法は主に3種類あります。まずはケーブルでの充電について見ていきましょう。1つ目はライトニングケーブルまたは USB Type-C ケーブルを使用して充電する方法です。急速充電であるパワーデリバリーはケーブルでの充電方法のみ対応となっています。急速充電なら充電し忘れた時もスピーディーに充電できるので便利ですね。なお、急速充電は PD 対応の充電器と同じく PD 対応のケーブルが必要になりますので注意してください。 iPhone の充電方法2つ目はワイヤレス充電です。ワイヤレス充電は G とも呼ばれ、充電パッドなどに置くだけでケーブルレスで充電ができる方法です。手軽さが魅力のワイヤレス充電ですが、最大 7.5W と有線充電と比較して出力 W 数が低く、充電時間が長くなる点には注意が必要です。 iPhone の充電方法3つ目はマグセーフ充電です。マグセーフ充電は磁力で iPhone と充電器をくっつけて充電する方法です。ワイヤレス充電よりもさらに手軽な上、最大 15W での充電にも対応しています。磁力でしっかりと固定して充電できるので、角度を調整して充電しながら動画を鑑賞することも可能です。サードパーティー製の充電規格 G2 でもマグセーフ同等の充電が可能なので、より素早いワイヤレス充電を求めるならマグセーフまたは G2 に対応した充電器がおすすめです。それでは iPhone 向け充電器のおすすめ商品を6つご紹介します。アンカーの511チャージャーは最大 30W の出力に対応した充電器です。 iPhone を急速充電できるだけでなく、 iPad や MacBook などの充電も可能です。これだけ高出力にもかかわらず、プラグ部分を折りたためることができ、コンパクトかつ約 40g の超軽量を実現しています。 iPhone を手軽にマグネット充電したい方におすすめなのが、アンカーの MagGo ワイヤレスチャージャーパッドです。 G2 規格に対応しているので、iPhone の背面にマグネットで装着するだけで最大 15W で充電することができます。薄型かつコンパクトな設計なので、充電中の操作の邪魔になることもありません。アンカーの MagGo ワイヤレスチャージングステーションは iPhone と Apple Watch やワイヤレス充電に対応したイヤホンを3台同時に充電できる便利な充電器です。据え置き型の充電器としても、折りたたんで持ち運び用の充電器としても使いやすいコンパクトな設計で、 G2 対応なのでiPhone を最大 15W で充電することも可能です。アンカーパワーバンク 30W フュージョンビルトイン USB-C ケーブルは、モバイルバッテリーと充電器を兼ね備えた 2-in-1 の充電器です。ポーチや小さめのカバンにすっぽりと収まる形状で持ち運びにもぴったり、USB Type-C ケーブルが一体型となっているので、ケーブルを持ち歩く必要もありません。また、30W の出力にも対応しているので、MacBook などの PC も充電可能です。ブーストチャージプロは iPhone をマグネット充電できるほか、 AirPods Pro などのワイヤレス充電対応イヤホンを同時に充電することができるのが特徴です。平らなデザインなので小スペースで複数の機器を充電することが可能。 G2 規格対応で iPhone を最大 15W で充電でき、 USB-C ポートを使えば有線で Apple Watch なども充電可能です。ロリーの 3-in-1 ワイヤレス充電器はマグネット充電対応の超薄型充電器です。バンカーリングのようなデザインですが、 USB-C ケーブルを差し込むことで最大 15W で iPhone を充電できます。背面もワイヤレス充電器になっており、 Apple Watch やワイヤレス充電に対応したイヤホンも同時に充電できるのも魅力です。さらに背面部にリングが搭載されているので、スマホリングやスタンドとしても使用できます。今回は iPhone 向け充電器の選び方とおすすめ機種をご紹介しました。家電のサブスクレンタルサービスレンティオでは、iPhone や iPad などの Apple 製品をレンタルしてお試しできますので、ぜひチェックしてみてください。また、レンティオチャンネルでは、今後もおすすめの家電情報や選び方をご紹介していくので、チャンネル登録もよろしくお願いします。